ものを。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮にとらわれている日本人の皆さんに日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに懐かしい日本の歌をお送りしましょう。今日は富士の山をお届けします。